正代橋は、福島県本宮市にある橋、下の橋とも称する、本宮市中心市街地を流れる一級水系阿武熊川水系に、かかり、福島県道118号本宮岩城線を通す。西詰めは、本宮綾荒町に位置し、道路線の起点である、福島県道28号本宮三春線との、交点がある。東詰めは、高木綾崎田の脇に位置し、 福島県道73号日本松金谷線との交点がある。橋上は上下対向2車線で共用されており、両側に歩道が設置されている。現在架か,かる橋は1976年度に地方道橋梁整備事業として着工され、1983年に竣工した当地に架か,かる永久橋としては2代目の橋梁である。かねてより、 当地の橋梁が周辺の住民に大変親しまれていたことから、1980年8月に当時の福島県副知事により行政の文化化の一環として提唱された文化のための1%システムを東京料に適用することが1982年度に決定され、文化化のための予算が割り当てられた。これにより、橋脚部分にあだた山を望める協情広場の設置、 親柱の一部に、旧橋梁の親柱を再利用し、戦時中に撤去された橋梁塔を再現、元宮市の頭文字である、本をかたどった、街路棟と、東京梁周辺で行われる船漕ぎ競争や、生息する先をモチーフにした航、降欄タイルの設置などが行われた。当地は、古くから三春へ向かう、三春街道を経由し、平へ向かう岩木街道、オバマを経由し、 相馬へ向かう相馬街道といった塩の道として、重要な街道筋と、欧州街道の宿場町として栄えた本宮を結ぶ交通の要衝であり、相馬藩の参勤交代のルートであったため重要な土下地点であった。上流から上船場、中船場、下船場と三カ所の都線場が設けられていたが、公的には当地にあたる下船場が用いられた。1873年に、 初代の橋にあたる板橋が、下船場の近くに建設され、都線上の通称から、下の橋と呼ばれた。しかし記録に残る限り、明治29年、明治42年、大正2年8月、昭和3年、昭和4年5月と度重なる流出に見舞われ、町や住民にとって、永久橋の仮説が悲願であった。1929年、永久橋建設の機運が高まると、 住民団により下の橋掛け替え寄付社会が立ち上げられ、行政当局への働きかけが行われた。建設中は大用橋として、板を並べた橋が用いられていたが、床板が外れるような簡易的な構造であったため、1930年に少女が床板を踏み外し川に落下しで起死する事故が発生している。1931年6月。 鉄筋コンクリート製桁橋の永久橋が竣工、掃除業費は当時の価格で24,808円。そのうち約4分の1の6,777円は住民からの寄付による公募により荒町の男性が娘の名義で応募した昭和の第二ちなむ正大橋の共鳴が採用され2月21日に命名された。 8月5日に私橋式が盛大に取り行われ、夫婦三代と本宮小学校の1年生の児童による渡り染めが行われた。1953年公開の警察日記や1965年公開の心の山脈といった映画の舞台になったことでも知られる。しかし1955年、明治期に足立郡は木沢村に合併した高木地区が分離し本宮町に合併したことで、 高木地区の中学生が橋を渡り、元宮町立本宮第一中学校へ通学するようになると、通学路としての福音の狭さが問題となってきた。1970年には、本宮町立高木小学校が、元宮町立本宮小学校へ統合され、橋が小学生の通学にも用いられるようになると、歩道を確保するため路面上にガードレールが設置され、高欄には、 金網製のフェンスも設置された。また、交通量の増大とそれによる、老朽化から、重量制限、高さ制限のために高さ2メートルの制限バーが、両端に設置され、交通に支障をきたしてきたために1976年から、現在の橋への掛け替えが事業化され、50メートルほど、下流の位置に建設された。旧正代表の親柱のレディーフデザインは、 現在の橋の親柱にも受け継がれており、旧橋の架橋地点の東側には、当時の親柱と欄干が残されている。現橋のたもとにはもう一つの旧橋の親柱と橋の歴史を記した案内板が記念碑として設置されている。この正大橋の南には、足立橋、上野橋という橋がかかっている。この三橋は、元宮地区と沿岸の地区を結ぶ重要な役割として、現在でも、 大きな役割を果たしている、足立橋、正代京あだたら大橋から、ありがとうございます。